さあ、レッスンに入る前に、まずはウォームアップをしましょう。Begin with a beat。先週のストーリーに登場したこのフレーズを覚えていますか ?That's wonderful。それは素晴らしいですね。という意味ですね。では、このフレーズをビートに合わせて発音しましょう。まずは、私がクリスとやってみます。That's wonderful.That's wonderful.That's wonderful. <S

41. 今日のメニューは s start! <S まずは今日のストーリーを聞きましょう放課後俊太タ,タマケニーは早速料理部の活動を始めています OK! Here are today's ingredients hmm flour butter and sugar well what's on today's menu? maybe cake apple pie no the answer is cookies let's make cookies yay? <marcom> シュンタたちが何を作るか、分かりましたか。では、今日のストーリーの中から、大切な語句の意味を確認していきましょう。ここに何々があります。材料、原料。小麦粉。バター。 sugar 砂糖 maybe もしかしたら多分 cake ケーキ answer 答え c o o k i e クッキー make 作る yay やったではクリスとダイアナに続いてリピートしましょう意味を思い浮かべながら言いましょうね Here are Ingredient Flour Butter Sugar Maybe Cake Answer Cookie Make Yay Good job. Let's listen to the story again. Here are today's ingredients. Hmm. Flour, butter, and sugar. Well, what's on today's menu? Maybe cake? Apple pie? No. The answer is Make cookies. イーイでは英語とその日本語訳を聞きながらストーリーの内容を確認していきましょう Here are s ingredients. <S これが今日の材料だよえっと 小麦粉、バター <And sugar. S 1> それから砂糖でござるか well, on s menu? <S さて今日のメニューは何でしょう Maybe Cake? もしかしたらケーキ <Apple pie. S 1> アップルパイでござるな。<No. S 1> 残念でした。The answer is cookies. 答えは、クッキーだよ。Let's make cookies! クッキーを作ろう。Yay! やったはい、今日のストーリーの内容がわかりましたね。俊太たち料理部はクッキーを作ることにしたんですね。三人とも楽しそうですね。<music> 役になりきって、<your> studio. このコーナーでは、英語らしくセリフを言うコツを掴んでいきましょう。 今日のおセリフは答えはクッキーだよというセリフですね。is のところで上げるイントネーションにし c o o k i e s の前に少し間を置いてもったいぶって答えを発表する感じを出しましょう。このセリフは answer と c o o k i e s に強制を置いて言ってみましょう。 Cookies は元気に言いましょうね。セリフ全体では The answer is cookies こんな感じになります。ではこのセリフをダイアナに続いて言ってみましょう。The answer is cookies. is はい、Cookies 元気に言えましたかではこのセリフを今度はビートに乗せて練習しましょう。 ビートに乗せることで英語らしいリズム感が身につきますよよく聞いてリピートしましょうねはい、どうでしたか答えを発表する感じで言うことができましたか let's repeat let's repeat。では、今日のストーリーのリピート練習をしていきましょう。今練習したポイントにも気をつけながら、読んでいきましょうね。here are today's ingredients。ふん。flour。butter。and sugar。 Well, what's on today's menu? Maybe cake, apple pie. No, the answer is cookies. Let's make cookies. イエーイはいお手本を聞いてしっかりリピートできましたかできるを増やそう今週のキャンドゥは相手を誘ったり人の誘いに応じたりできるです今日のフレーズはクッキーを作りましょう 何々しましょうと相手を誘うときには Let's の後に動詞を続けますいくつか例を見ていきましょうバレーボールの練習をしましょう Let's practice volleyball はい Let's の後に練習するという意味の動詞 Practice が続いていました Practice volleyball でバレーボールを練習するということですね次は 一緒に歌いましょうはい今度は「Let's」の後に「歌う」という意味の動詞「sing」が続いていますねそしてもう一つ写真を撮りましょう take a picture. はい今度は「Let's」の後に写真を撮るという意味の動詞「take」を使っていますねではそれぞれの文をリピートしましょう

Practice English. はいうまく言えましたか?「Let's」に続けて「練習をする」という意味の動詞「practice」を続けることができましたか?「<Two. S 1> 外で遊びましょう」「外で遊ぶ」は「play outside」を使ってくださいどうぞ Let's play outside! はい、そうです、ね「Let's」の後に「遊ぶ」という意味の動詞の「play」を続けて「Let's play outside」と言えばいいですねそれぞれぞうままく言えましたかちなみに今日のキャンドゥフレーズに出てきた「let's」は「let us」を縮めた形です普段は「let's」の形で使いますよここにも注目 ここでは今日のストーリーの中からもう一つポイントを見ていきましょう。今日のストーリーに出てきた flower は小麦粉という意味です。花という意味の flower と発音は同じですが、綴りと意味が違います。このような同音異義語には他にも次のようなものがあります。まずは私たちの そして、時間も。アーアーはい、発音が同じですね。続いて、弱い。w e k 一週間、二週間などの週。w e k はい、これも発音が同じですね。次は、私は。目<イ>。<め> はい、この二つも発音が同じですね。最後に、いいえ、no、知っている、no はい、これも発音が同じですね。このように発音が同じでも、綴りも意味も違う単語があるので、少しずつ覚えていきましょう。それぞれの単語の綴りはテキストで確認してくださいね。 さあではレッスンの仕上げをしましょう今日のキャンドゥフレーズをよく聞いて書き取っていきましょう let's make cookies このフレーズですねテキストをお持ちの方はテキストに書いていきましょうねダイアナが3回読んでいる間に書きましょうどうぞ「let's let's make cookies Let make cookies Let's make cookies! どうでしたかしっかり丁寧に書くことができましたか自分で声に出しながら書く練習は毎日丁寧にしていきましょうね。では最後に、もう一度今日のストーリーを聞きましょう。It's your last chance to listen to the story. Here are today's ingredients. Hmmm... Flour? Make cookies. <Yay! S 1> さあ今日のレッスンはいかがでしたかではまた明日